ほほー、すげかった。おはようございます。秋元海蔵です。 55PCT シーズン6になるのかな。始まります。今マンモスレークに来ていて、昨日1日かけて移動してきて、このダビソンストリートゲストハウスに泊まっていました。こんな感じです。トイレがあって、トイレね、で洗面、シャワー、一泊50ドルくらいだったかな。でこの上が共用スペースになってます。今日は多分8時か9時のバスに乗ってホースシューレークから、PCT に戻ろうと思ってます。行ってみましょう。ダビソンストリートゲストハウス、こんな山小屋みたいな感じです。デイは81、日付は8月14ですね。前回トレイルアウトしてからちょうど1ヶ月でトレイルに戻ろうとしているという感じです。これだ、この91番というバス停だ。ははは、このホースシューレークっていうところに行きます。で多分ホースシューレークトレイルだと思うけど、それを使って PCT に戻ります。また正しいの見つけた。ハロー、おしゃれ。This is nice. さあ、現在時刻9時半ですね。とこれが乗ってきた、マモスレークのビレッジから乗ってきたトローリーで、多分あそこに見えるのがホースシューレークですね。これです、ホースシューレーク。今はこの、ホースシューレークトレイルヘッドっていうところですね。でマモスパストレイルを行って PCT につなぎます。ということで行ってみますか。ようやく始まりました。シーズン6ですね。55PCT、 55歳のパシフィッククレストトレイル、トリマンハイクです。今ここですね、この旗がついてるところで、この青いの、これは PCT じゃないけどマンモスパストレイルかな、を使ってグーって言って、この赤の赤い線が PCT なんで、そこまで戻って北に向かいます。いや、多分これだな、マンモスパス。ここはマック、これですね、このレイクで、僕はこれ行きます、マンモスパストレイル。ここら辺でね、標高がね2820ぐらい、道理で空気が薄いって感じるわけだよね。それそうだ、昨日までほとんど海沿いの町に住んでるんで、海抜ゼロ付近にいたからね。この湖はみんな釣りしてます、フライフィッシング。あっちはルアー投げてる。あんまりよくわからないサインが出てきたな。
アッパークレーターメドホースシューレイク。ホースシューレイクは今来たところですね。クレーターメドウズ、レッドコーンズ。わかりました。今ね、ちょうどこの分岐にいますね。だから右から行っても、左から行っても、これ赤いのが PCT なんで、PCT に戻れるってことですね。まあ、左の方で行ってみようかな。今10時25分だから、9時半に、ホースシューレイクトレイルヘッドスタートして、ちょうど1時間歩いてるみたいな感じですね。ふふう、いい水。はい、今11時ですね。ちょうど9時半に出発して、まあ、1時間半ぐらい。これ戻ってきたんじゃないかな。これが、ホースシューレイク。今来た道ですね。こっち側。今こう来ました。で、これから、実はデイ、80で歩いたとこと若干重複するんだけど、レッズメドウに向かって。これが PCT ですね。PCT を北に向かって歩きます。わかりますか？ホースシューレイクトレイル。今来た道です。今日出発したところ、9時半に。こっち、レッズメドウ。で、80で、最後、レッズメドウまで歩いて、で、レッズメドウリゾートっていうところで休憩して、で、週末で、金、土、日で、バスがマンモスレイクまで走ってたので、そっからトレイルアウトしました。それがデイ80。今日は平日なので、その、レッズメドウリゾートに行くシャトルが出てないんですね。なので、ホースシューレイクから PCT に戻るという作戦を取りました。ということです。ご理解いただけたかな？よいしょ。そういえばデイ80でもこれ渡ったな。あ、PCT サイン。PCT JMT ノース。OK。で、ここですね。レッズメドウ。この間はレッズメドウで抜けたんで、右に行ったんですけど、本来 PCT ノースはこっちですね。どっち行こうかな。決めました。レッズメドウで、あれ？何これ？お金。レッズメドウで、ちょっと、ビール一本飲んで、自分の食料から、軽食食べて、で、戻ることにしましょう。ストア&カフェ。はい。レッズメドウリゾートです。ビール買ってきたので1時間かな、45分ぐらいかな、休憩です。で、今はあそこの、ランドリーと、なんだっけ、シャワーのところで充電ができるんで携帯を充電してます。はい、ビール1本1本飲んで、休憩してね、ハイカーボックスからトップラーメン1個もらって、まあ1時間ほど休んだので、トレイルに戻りましょう。ちょうど出発してから3時間休憩なしだったんで、ちょうどいい休憩でした。レッズメドウリゾートでした。OK、戻ってきました。さあ、PCT ノース行きましょう。しばらくは下りだと思うね。で、ある程度行ったら上りが始まります。今日はだいたい、
6時半から7時ぐらいまで歩いとけばいいかな。 PCT。 そうっす。おほう、いい水。はい、How's it going? It's good. なかなか多くのトレイルが交差していますね。僕は PCT なんで、こっちです。行きます。PCT の。あ、ちょっとここら辺から火事の音があるな。なんか現時点では、現時点で、2024年の8月時点。こっから北の方のセクションでいくつか火事があって、飛ばさなきゃいけないところも、ちらほらあるみたいですね。今回歩く2週間ちょっとの日程では多分そういうとこには触れないと思うな。River crossing。 ああいい水だ、美味しそうだな。おお、あれ、橋がない、橋がないけど、なるほど。あー、だけど PCT あれか、あっちに行くんだ。すげー壊れてる、バッツリで、これですね、ミドルフォークサンホアキンリバーの橋。アップデートで、これね、橋サンホアキンリバーイズデストロイド。で、一応みんな、渡ってて、だいたいすねの高さで釣ってるから、水量が。多分、今からそこ、こう渡ります。で、ということで、サンダルに履き替えっすね。行きましょう!左手スタック、滑るな。右手 GoPro11。 うわ、もうで滑る。はーい、はい、はい、終了。でした。こっちだ。こっちで PCT。ほら、川だって今完全にやってます。魚か？今回は、今んとこ蚊の襲撃に合わないな。ああ、噂で、シエラ歩くんだったら、8月15日あたりからがいいっていうのは昔聞いたことがあって、その理由は、8月15日あたりから蚊が減ると、いうことが彼の理由でしたね。今日は、そうね、6時か、6時半ぐらいにやめとこうかな。月がとっても綺麗だよ。さあ、ここは、
分かりにくいな、道がいっぱい交差してるぞ。レッズメド、来た方向だね。アグニューメド、シャドウレイク、おそらくこっちだな。こっち行きます。後でパワーアウトでちょっと行ってから確認します。大丈夫です。合っています。赤い PCT の道の上にいます。PCT 水ちょっと汲んどっか。あれ、あんなとこに馬がいる。PCT ノース、PCT サウス。駐車場来たね。あ、ベアボックスもある。ゴミ箱もある。水もある。6時だし、今日まで81なんだけど、まあ、ある意味、初日だし、ここでキャンプですね、することにします。とりあえずテントはこんな感じですかね。ここは電話もつながる場所だし、電話線が2本、僕ので立ってるから。で、日本に昨日戻った相方とも連絡が取れたし、あとはちょっとテントの中で、ちょっといろいろ整えます。さあ、だいぶまったりしてきましたけども、今日の歩行距離の報告です。今、ここにいます。この今、キャンプ地、ここです。で、今日来たのは、この赤いとこ、ずーっとこう来て。こう来て。ここ。なんだっけ。ホースシューレークと PCT の交わるところ。で、出発するのがこれです。多分、ここをタップすると、今日歩いた距離が出る。23.8 キロバイトレールですね。ということで、23.8 キロです。まあ、初日なんで、いいでしょう。馬が行きます。うわ、こっち来る。ほほー、すげえかった。動画の編集してる間にあっという間に時間が過ぎちゃいました。今日のご飯はこれですね。今回の行動食はビーフジャーキーデカバッグとか煮干しとか、これはコーヒーとプロテインだね。まああと結局ラーメン、そしてポカリスエット的なもの。スパン。今回はライトです。とか、チョコレートバー、エナジーバー、そして、トレーダージョーズダークチョコレートカバードバイベリー。こんな感じです。今さ、時刻8時半なんだけど、もうこんなくらい。1ヶ月前と全然違うわ。これは気をつけなきゃ。